日本は広い領海を持つ国で、防衛の観点からも他の国とは違う状況に置かれています。潜水艦隊を22隻体制へ、ようやく体制を整えた海上自衛隊にさらなる最新鋭潜水艦が続々と就役しています。今回はそんな潜水艦の知られざる性能を詳しく見ていきますね。ステルス性に優れた潜水艦ボディ設計は画期的とも言われていますし、やはりリチウムイオン電池搭載で機動力3倍とも4倍とも言われて、海上自衛隊でも探すことが不可能なくらい見つけることが不可能。中国にロシアが日本に手を出すなと忠告したとかしないとか。国土の周囲を広い領海と排他的経済水域に囲まれた日本において、防衛力という観点から非常に重要な位置を占めるのが陸海空の3自衛隊の中でも海上自衛隊であることは、その地理的な要因からも異論はないだろう。そんな海上自衛隊の装備品の数量は、かつては防衛計画の大綱と呼ばれ、2022年末からは国家防衛戦略と名称が変更された文書によって規定されており、5年という中期単位でそれに基づいた整備が実施されている。2024年現在の海上自衛隊のそうした装備品の数量は、2019年度に設定された最後の防衛計画の大綱から大きな変更はなく、護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という設定がなされている。日本を取り巻く安全保障環境は、海を挟んで、ロシア、北朝鮮、中国といった国々と対峙する状況が長らく続いているが、ことに、近年は、中国の海洋進出が目覚ましく、最大の仮想敵国となっていることも周知の事実であろう。近年の中国は、南シナ海の大半を、自国の領海と一方的に主張し、人工島に軍事施設等を建設して、周辺国との圧力を強め、また、東シナ海においても、台湾を自国の一部と見さし、日本の尖閣諸島周辺にも進出を強めている。そうした状況下で、日本の海上自衛隊は、先に挙げた護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という主要な装備品を持って中国の脅威に対峙しているが、その中でも中核をなすのはやはり潜水艦隊だろう。今や戦闘機の分野では航空自衛隊も調達を進めているロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2が、そのステルス性能の高さから西側のアメリカの同盟国や友好国の標準的な装備となりつつある状況だ。この F-35 ライトニング格をなすのはやはり潜水艦隊だろう。今や戦闘機の分野では航空基本的に異なり、敵の防空網に察知される可能性を著しく低め、一方的に敵に対して攻撃を行うことが期待させている点が大きい。潜水艦はすでに第一次世界大戦時に投入され、一世紀以上の歴史を誇る装備品ではあるが、海中に潜むというその特性は、現代でも究極のステルス兵器といえる存在で、敵艦隊の動きを大きく制限する役割を担っている。日本の海上自衛隊では、この潜水艦隊を22隻体制とすること国家防衛戦略に基づいて進めていることは前述した通りだが、実際に、この体制を構築できたのは、2年前の2022年3月が初めてであり、最新鋭の大鯨型の一番艦で、ネームシップの大鯨の就役によるものだった。そこでは、最も古い前々級の親潮型を9隻、前級の総流型を12隻、最新鋭の大鯨型を1隻によって、22隻の潜水艦隊を構築するに至ったが、同体制が2011年度の防衛計画の大綱で打ち出されて、実に、11年の歳月を経た後であった。そして、近年の海上自衛隊では、毎年1隻の潜水艦を就役させるサイクルを維持しているため、今年2024年3月には、最新鋭の大鯨型の4番艦である、神鯨も就役を果たし、親潮型7隻、総流型12隻、大鯨型3隻で22隻体制を堅持している。
現時点では、最も旧式な前々級の親潮型が、最新鋭の大原位型の増加に伴い、22隻枠の実戦配備を外れるというのが、このところ繰り返されている状況ではあるが、今年2024年は、若干、この動きに、イレギュラーな要素が反映されている。本来であれば、大原位型4番艦の陣営の収益をもって、親潮型6隻、双竜型12隻、大原位型4隻となるのが妥当なはずだが、今回は、大原位型の1番艦で、ネームシップの大原位が外れ、親潮型が7隻残された状態となった。これは、従来までの海上自衛隊では、実戦配備中の潜水艦が持ち回りで行っていた試験潜水艦という役割を、大原位が専属で従事することとなったためで、22隻体制を維持しつつ、先の新型潜水艦の開発にも注力しようという考えの表れなのだろう。何にせよ、潜水艦22隻体制を堅持し得る体制強化が図れているからこそ、今回のような体制を敷いたと考えられ、従来までと比較すれば、ある意味少し贅沢な環境で、潜水艦隊の維持と、今後に向けての開発体制が整えられたと見るべきではなかろうか。そんな状況の海上自衛隊の潜水艦隊であるが、最新鋭の大原位型は、基準排水量が3000トン、満載排水量が推定4300トン以上、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルとなっており、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の大きさと言ってよい。大原位型は、この船体に、ディーゼル機関2機と発電機、それに、リチウムイオン蓄電池を搭載する形式のディーゼルエレクトリック方式の機関部を持ち、水中の最大速力は20ノットほどと推定されており、親潮型や双竜型に比して、大きく速度が増したわけではない。だが、この機関構成を、開始した双竜型の最終の11番艦、12番艦と比べれば、当初より、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に設計されていることもあり、連続潜航可能時間は伸び、それに従って、作戦行動範囲も大きく広がったと目されている。そう、竜型の最終の11番艦、12番艦が就役した当時は、通常動力型潜水艦としては、リチウムイオン蓄電池を搭載する量産型の潜水艦としては、世界初であるとして注目を集めたが、世界的な通常動力型潜水艦の機関のトレンドは非対機依存推進にあったようにも思えた。それから時間が経過し、そう、竜型の最終2隻や大原位型のようにリチウムイオン蓄電池を採用することで、非対機依存推進を非搭載とする構成も、韓国をはじめ世界的にも認められ普及しつつあるようにも感じられる。ことに、自国では、潜水艦の建造地すべを有していない多くの小国において、通常動力型潜水艦に非対機依存推進を求める声は多かったように思えたが、ここ数年で、その傾向は薄まり、リチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載することの信頼性は確立された感もある。さて、そんな通常動力型潜水艦の新しいトレンドを世界に先駆けて示したとも言えそうな、そう、竜型の最終の2隻や、大原位型であるが、後者は、こうしたリチウムイオン蓄電池を搭載する機関構成以外にも、大きな変更点を抱えている。その一つが、潜望鏡の変化であり、前級である、そう、竜型までは、潜水艦の登場時から使用されてきた光学形式のものと、電子式のものを各一本ずつ装備していたのだが、大原位型からは、これが後者のみに一元化されている。光学式の潜望鏡は、潜水艦内の指揮所から上部に向かって、セールの中を伝って船外に伸ばす方式であり、したがって、かつての戦争映画等でも、おなじみのシーン、つまり、大きな筒状のそれを海面に出し、指揮官が覗き込むことで、水上の敵を視認する仕組みである。これは、構造的、物理的に、潜水艦の艦内から、セールを通して、一本の大きな筒が置かれているために、貫通式と呼称されているが、電子式の潜望鏡は、こうした作りではないために、非貫通式と呼称されており、大きく使用感が異なっている。電子式の潜望鏡は、先端に取り付けられたデジタルカメラで得られた画像を、
配線を通してモニター画面に表示する仕組みであるため、従来の光学式で貫通式の潜望鏡に比べ、当然、館内のスペースや設計に制約が少なくなる。こうした特性は、今や、軍事分野でも多数採用されており、陸上の戦闘車両等でも、従来まで、歯目視で、車内から、敵の視認を行っていたが、これを電子式に変更するで、ことの陸務員は、モニターでそれを行い、車両自体の防弾性能の向上にも寄与している。潜水艦でも効率のみを考えれば、圧倒的に、電子式の非貫通式のものが有効に思えるかもしれないが、そう、流型までは、光学式で、貫通式の潜望鏡と併用が行われており、潜水艦の最重要な構成要素ゆえに、信頼性の担保にも比重が置かれていたと言える。これが、大芸型では、電子式の非貫通式のもの2つに完全に置き換えられたということは、そう、流型までの運用実績を踏まえて満を持して変更に踏み切ったものと思われ、今後は後戻りする可能性はないだろう。日本の次期戦闘機開発が始まっていますが、新進戦闘機のテスト飛行が終わった後に、話が二転三転しています。純国産で次期戦闘機を開発するために、日本はイギリス、イタリアとの共同開発計画に参加しているのです。今回は、その3カ国共同開発において XF9 エンジンが使用されるのか、見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発計画は日英で進んでいますが、やっぱり純国産がいいよね。F3 戦闘機開発が加速されて、いずれは日本に導入されるのでしょうか。とはいえ、F35 戦闘機にも、かなり開発期間がかかっていますし、X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入した方が早いように感じるんですけど。嫌な仮定ですが、万が一 XF9 エンジンが使われなかったら、日本はどうするんでしょうか?タイトルに関する意見がネット上に溢れているようです。少し紹介してみましょう。日本機体の XF9 エンジン。残念ながら使われません。イギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンに決定してるんだよ。IHI のエンジンでいいよって言うなら、テンペストは、とっくに、FCAS、フューチャー・コンバット、エアー・システム、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してるはずでしょ。予算がついているよなんて、当然のことを行々しく書いてるけど、国会を通ったんだから予算はつくでしょう。すごい金額だけど。F3 戦闘機については、ロールス・ロイスがエンジン開発の主体なんだから、日本は圧縮機とかコアでないエンジン部分の開発や生産になるんじゃないかな。つまり主流ではないってこと。日本向けの F3 には IHI が作ったエンジンをオプションとして乗せるかも。日本が国産エンジンじゃなきゃ認めないと主張したら、日本用だけならできるんじゃないかな。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろう。つまり、イギリスやイタリアだけの話ではなく、将来 F3 戦闘機が輸出されるとしても、IHI は何もできない。要するに、蚊帳の外ってことになっちゃう。F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないよ。日本向け以外はね。日本用には、IHI の XF9 エンジンが乗せられるだろうけど。
EJ200 のタービン温度 1550°C というのはデビュー当時の数字。今わかった。って思うけど、こんなことで喜んでちゃ、お気楽極楽だよ。日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決じゃないの？低中圧タービンブレードなら作れるって言うから、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という恥さらし。同じ国なんだから、日本メーカーがその尻を拭くのは当然。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンだけは手放さなかったよ。しかも、低中圧タービンよりずっと難しい高圧タービンでも、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかった。テクノロジーの魚。発表していないから、ロールス・ロイスの具体的な温度は不明。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より3割増出力。背後には、ハイスピードでの技術の進歩があるんだろうね。1550°C は、EJ200 が開発された1980年代半ばに叩き出した数字。それから40年も経っているんだから、今の基準から見ればずっと下でしょう。技術は日進月歩で進化してるんだから。日本製のエンジンは使われないと思います。エンジンは実績が最重要。コンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないとわからない不具合は山ほどあるでしょう。実績皆無のエンジンを戦闘機に採用するなんて、まさに命がけですよ。高額費用を注ぎ込んで、そんなリスクを冒す必要があります。予算がついたから国産で行こうとなるとは限りませんよ。今までのように、日本は、大金をはたいて完成品を買わせられることになると思っています。もし国産にするのなら、入札か随意契約になるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはずですよね。日本製エンジンは当然使われるでしょう。次期戦闘機エンジンの製造と、機体設計については、とっくに予算がついてるんですよ。軍事に関する限り、ニュースでも利権が絡んだリークとか、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出る。軍事は、動く桁違いに大きいせいなんでしょう。そういうニュースの精度はひどいから、嘘に惑わされない方がいいですよ。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで、IHI と契約が締結されているそうです。IHI が設計したエンジンを、次は製造するという普通の順序でしょう。おかしくはないです。IHI が設計まで契約済み。今年度は製造に入るわけです。IHI が設計したエンジンを、IHI 以外のどの企業が製造するんでしょうか？他の企業が作るなんて、ありえないでしょ。エンジン性能のネックになるタービン入り口温度は、XF91 の段階で 1800°C 以上を記録。EJ200 戦闘機は 1550°C くらいですよね。この数字なのに、どうやったら間に合うって考えられるんだろう。能天気すぎない？日本向けの F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるってことは了承されてるんですよね。イギリスもイタリアも、自分の国の企業に金を落としたいというのは同じはず。ロールス・ロイス社だって、自前のエンジンをつけられるなら、つけけたいだろう。そんなことになったら、日本エンジンのライセンス生産？タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょう。今は、EJ200 のタービン入り口温度って一体何度なんでしょう？ロールス・ロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発。事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知られていないのかな？解決策として、IHI にタービンブレード作ってもらったわけだけど、これについてもあんまり知られてないみたいだな。IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なの？製造しようかと、日本がとっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンって、一体何があるんです？イギリスには、EJ200 しかないのに。
XG-240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんで、この話って本当なんですか？ DJ-260 だって、非力なエンジンを乗せてますよね。次期、戦闘機はどうやって飛ばすつもりなんだろう。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックだとか。だから、そこが何度まで耐えられるのか質問したいです。大事なところですよね。数字で答えがさっぱり出てこないんですけど。何かごまかしてる？トレントエンジンのタービンブレードは、ロールス・ロイス社が作ったものだったよね。ロールス・ロイス社が自力で問題解決できなかったので、IHI が解決してあげたんだよね。でもそれを明らかにしてませんよね。なんで？ロールス・ロイス社の優位性に傷をつけたくないってこと？何のために印象操作しようとしてるんだろう？ロールス・ロイスは、高圧タービンは手放してませんって主張してるけど、中低圧で不具合を出したのに、自分たちで解決できなかったんですよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理じゃないか。日本が次期戦闘機を使い始めるスケジュールには、どうやったって間に合わないんだけど、どんなにあがいたって無理だよ。イギリス国内向け戦闘機は、自分たちが作ったエンジンを使うはずだろうし、X240 エンジンにかもしれないけど、どっちにしても間に合うならね。昨今話題となった護衛艦いずものフェイク動画が疑問視されつつ、着実に F-35B 戦闘機艦載改修工事は進められている。そこで、今回は、いずもや加賀の誕生となるきっかけを作ったヒューガ、護衛艦と大隅輸送艦について詳しく見ていきましょう。加賀に乗っけて聞こうかな。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずも、日本が待ちに待った空母化。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は新天原基地に配備。今年は、いつもと違う年になるね。待望の F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずもは、日本が待ちに待った空母化の実現であり、常時艦載ではないけども、F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原基地に配備され、ロシアの情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、四方に広がる領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めなければならなくて、今、まさに、新たな環境、分野への進出も、政治と連動して進化されつついる。このような環境下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのが、ヘリコプター搭載仕様いずも型護衛艦のいずもと加賀の2隻である。いずも型護衛艦は、海自の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称で DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識され始めている。出雲型の初舷は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m ということから、名実ともに、海自最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種ヘリを搭載可能とし、
これから出てくる他の艦艇との比較を参考にしてもらいたい。この出雲型は、冷戦時代に最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出された。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は一時的に持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍の方が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったのは、皆さんもご存知の通りである。こうした経緯から、日本の中国に対する防衛最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国の海軍艦艇や海峡曲線の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍がによる接近阻止を、日本が本気で実行するには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるのだが、現状の空自の航空機が使用できる陸上滑走路は沖縄本島くらいであり、それを補助できる島を防衛省は探し求めていた。中国との有事が起こった際には、在日米軍基地が集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊しに来る可能性が一番高く、そうした事態に即応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけである。そして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型がその候補機となり、それは短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという流れになった。それを理由に、出雲型に対して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の閣議も決定され、太平洋戦争終了後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。もともと、出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されているわけだが、これ以前にも、海自には、同様の形式の艦艇が、実はすでに存在していた。それこそが、1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦のことであり、出雲型護衛艦に先駆けて、回転翼機を、全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇でもある。この大隅型輸送艦は、海自の艦種を示す記号では、LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD ドック型輸送揚陸艦と称されるのが一般的であり、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を運用することも可能とした輸送艦である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比べても小型な艦艇である。この艦が、全通式の飛行甲板を有しているにもかかわらず、なぜヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていないかというと、ヘリコプターを常時搭載していないからであり、したがってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用できない仕様になっている。その他にもヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それを理由にヘリの整備能力も付与されておらず、艦内への収容はあくまでも応急的な運用に止まり、基本的には飛行甲板への青空駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられる。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担当する艦としては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊にある九州の防衛の要となる水陸機動団等の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて、全通式の飛行甲板を持たせ、
航空機の運用能力に主眼を置いた観点からすれば、その前進となったのは、2009年から2隻就役しているヒューガ型護衛艦の方が最初である。このヒューガ型護衛艦の初舷は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持っている。ヒューガ型護衛艦は、回転翼機が最大で4機搭載できることになっていて、全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットを備え、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施可能だ。ここで、ヒューガ型と出雲型の相違点の一つとして挙げられるのが並走であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた護衛艦であるため、20mm バルカン砲シウス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載しているだけだが、前者のヒューガ型は同じく 20mm バルカン砲のシウス2機搭載し、324mm の3連装のマーク32魚雷発射艦2機と、マーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。つまり、出雲型は必要最低限の時間防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装等は護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比較すると、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものというのも納得がいく。いつ有事が起きてもおかしくない世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されたが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではありません。それが故に、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板を導入していたが、ヒューガ型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提示されており、1つ目の案は、すでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が、艦隊中央部に設置された艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。